ブリュッセル中央駅はベルギーの首都ブリュッセルにある中央駅である。ブリュッセルの中心部に位置する通過式の地下駅である。南北のターミナル駅をつなぐ北南接続線計画で1952年に開業した。接続線の開業前はブリュッセル南駅が南方方面、ブリュッセル北駅が北方方面のターミナル駅となっていた。現在でも タリスなどの高速列車が停車しない、当駅より、ブリュッセル南駅の方が、ターミナル駅としての性格が強い。ブリュッセル地下鉄1号線と5号線も当駅に接続しており、こちらは、中央駅と呼ばれる。駅舎は、ブールバールでルインペラトリーチェ、カイゼリンロンやリューデール・インファンテ・イザベル、インファンテ・イザベラ・ストラット、カンター・スチン、リューデラ・プッテリエ、 パテリヘスティアロットなどそれぞれの通りに、紙辺型に囲まれ、それぞれに出入り口がある。鉄道のホームは地下にあり、島式ホーム3面6線を有している。駅に隣接して歩行者用トンネルが、メトロ駅と連絡している。2003年4月からガラス張りの7つの、出殺窓口と、自動券売機の設置とともに旅行センターが開設され、合わせて、 駅のホーム300万ユーロかけて改造され、商業施設が併設された。合計では2200万ユーロかかる。2008年までにエスカレーターなどの施設改良が行われた。1日あたりの利用者数は14万人である。テンプレート、ブリュッセル地下鉄1号線。ありがとうございます。